こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。僕の詩を読んでいますけども、今回はですね、その徒僕のですね、これは題名書いてませんね。すいません。見解。見解と題するですね、詩です。ですね、思いを、ね、思いをやると。そういうふうに読みます。ですね、そして、ですね、最初の二字が、ですね、ちょっと問題なんですね。これ、この魂という字、まあ、魂魄の魄、魄なんですけども、これをですね、魄と読むか、ですね、魄、あるいは、一説には魄と、ね、魄と読むか。で、ですね、ちょっと、ですね、意味合いが変わってくるんですけども、高古に落泊して、または高古に落泊してですね、酒を飲せて、行くと、ね。まあ、ですね、どっか物見遊山に行くでしょうか。ですね、まあまあ、船を繰り出すんでしょうね。そこに酒を乗せて、ですね。まあ、ごちそうも乗せるんでしょう。で、ですね。まあ、宴会みたいなのするんですね。で、楽泊であれば、こう、落ちぶれると。ですね。困窮するという、意味なんです。ね。ですから、ですね。まあ、身を落とすと。ですね。いう、ですね、高古という、ですから、民間ですね、中央のですね、役人じゃなくても、役人生活を離れてですね、民間人がいるところにですね、落ちぶれ、身を落として、そして、それでも、まあ、金はあるんか。酒をですね、まあ、船に乗せてですね、まあ、遊びに行くということですね。あるいは、楽宅であればですね、勝手気ままに生活するということですね。だから、まあ、高古にですね、楽宅して、まあ、ですね、まあ、民間人のいるようなところでですね、勝手気ままにですね、暮らして、そして、船に酒を乗せて、酒、魚を乗せてですね、遊びに行くと。まあ、ピクニックに行くんでしょう。ね。まあ、まあ、そっちの方が、まあ、似合ってる気がするんですけどね。まあ、まあですね。まあ、これについてもちょっと後で、ですね、一回先生から、ですね、聞いたことをですね、ご紹介しようと思います。そして、素養を繊細にして、小中に、カロシと。まあ、カルシと呼んでもいいけども、まあ、ですね。カロシと。ですね。これ、素養というのがですね、女性の腰なんですね。その美女の腰は、ほっそりとしている。ね。で、手のひらの中でこうですね、手のひらの上で僕、舞うかーいうぐらいですね。まあ、身軽のような。それは実際にできないですよね。小中の舞という
ね、言い方がありますので、ですね、まあ、ですね、手の上で回ってくれそうなんですね。まあ、非常にこう、ほっそりと軽やかな、ですね、美しい美女が、こうですね、まあ、周りに、そばにいてくれている。ね。まあ、だから、まあ、気まま、勝手気ままな生活しとるという方がいいと思うんですね。楽卓。ね。で、ですね、そんな生活しとったと。で、10年ひとたび、サム、ですね、幼衆の夢よりと。ですね。ですね、そんな、ですね、生活をですね、10年間やっとったんですからね。ほんで、ですね、まあ、夢のような生活をした。あですね。ひとたび、ひとたび、サム、幼衆の夢。ね。まあ、繁華なところなんですね、幼衆というのはね。で、ですね、夢から覚めたらどうなったか。ね。これあの、えいというのはこれ、勝つなんですね。勝ち得たり。正論発行の名。あ、おーぐらいだよね。ね。ですね。勝ち取った。何を勝ち取ったかというと、正論というのはこれはあの、遊郭ですね。ですね。ですから、その、ですね、まあ、飲み屋の、ですね、料亭、とか、まあ、芸者遊びするとこでしょうか。まあ、そういうところでの、ですね、発酵というのはですね、これね、幸せが薄いんじゃなくて、この、これね、白状であるということですね。ね。白状な人間としての噂をですね、勝ち取った。何も嬉しくない。ね。10年間遊びほうけて、ですね、こんな、ですね、浮き名をですね、がついてしまっちゃったと、いうことです。思いをやる土木。高古に楽卓して酒を乗せて行く。素養を繊細にして焼酎にかろし。10年ひとたび寒む幼衆の夢。勝ち得たり正論発行の名を。ね。それで、楽卓ですね。勝手気ままにすると。楽泊落ちぶれると。いうことは、どのように解釈するかということですけども、ですね、一回先生から伺ったことは、これは、ですね、落ちぶれているし、からこそ、勝手気まま、ですね。だから、落ちぶれすぎているわけじゃないんですね。ですね、落ちぶれて、いるですね、身を落としていながらもですね、生活に困窮しているわけではないですね。勝手気ままにしとるというですね。まあそんな、ですね、落ちぶれ具合もですね、まあ、最貧生活するわけではなくて、それなりに生活はできているけども、以前に比べると落ちぶれている。そして、ですね、役人暮らしではないので、ですね、勝手気ままな、ですね、生活しとるんだと。ということで、ですね、身を落として、ですね、勝手気ままなんだと、ですね、両方なんだというふうにですね、おっしゃっていました。あ、なるほどと、ですね。だから、楽卓と呼んでもいいし、楽泊と呼んでもいいと、ですね、あ、いうことで、あ、そうやった、ですね。で、中国語ではね、楽卓やったら、ルオー、トゥオーなんですね。で、楽泊やったら、ルオー、すいません、ちょっと、ね、こう、進化辞典というですね、辞典があって、これ、まあ、基本的な辞典ですけども、そうするとですね、見えない。
ルオトゥオあるいはルオポですね、ルオポ落泊落ちぶれる見落とすルオトゥオですね、勝手気ままだ、両方ですね、まあ、音が違うんですね、まあ、どっちが決めんとあかんのですけどもですね、多いんですけども下表発行の印に属する1句目2句目、4句目の、ですね、字ですね、このこうけいめいいうのが、ですね、応印をしています。そして、ですね、表則ですけども、ですね、これが、日章ですね、即、表、即、これも日章ね。これ、表、これ日章、即、虚勢、いうことで、ですね。まあ、これも、ですね、表則は合ってますね。まあ、そのように作ってるんですけどね。それでは、ですね、一句目、一回、北京語で読みますが、ですね、ルオトゥオ、ルオポーと、ですね、一回目と二回目と変えて読みましょう。ね。それでは、北京語で読みます。遅延怀杜牧若拓江湖在酒行楚腰纤细闪中清十年一觉扬州梦赢得青楼薄幸遣怀杜牧若泊江湖在酒行楚腰纤细闪中清十年一觉扬州梦赢得青楼薄幸名ですね、まあ、ね、こんな浮き名が、ですね、ついてしまったと、ですね、後悔もあるんでしょうけども、ですね、それをですね、勝ち得たりと、ですね、するところが、やっぱりこの、すごいところだろうと思いますね。私なんかよう表現しませんけども、そういうですね、発想で、ですね、まあ、勝手気ままな、ですね、生活しとったと、ね、いうことでした、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。